皆さん、こんにちは。ノラハックから技術本販布についてのお知らせがあります。今回もノラハックで技術書店に参加することになりました。技術書店は技術書の同人誌販売イベントになっていまして、今回は7回目です。<laughs> 日時は9月22日11時から17時で、場所は池袋サンシャインシティ2の3階展示ホール CD で行われます。 ブースの位置なんですが、入り口を入ってもらうと共産スペースがあります。共産スペースの中央の列の奥の方にドラハックのブースがあります。ここの k の 27D の場所がそうですね。ここです <laughs>。また、今回は、光物をハックするをテーマにしています。 LED バッジのハックや自作の LED バッジの制作、その他 LED に関連する内容となっています。記事の内容ですが、地ー区さんは前回もそうだったんですけど、座談会の内容をまとめてくれました。ザッキーさんは甲子園のネタを LED で行います。ダイイさんはネットで販売している B1144 という LED バッジを解析しました。<laughs> つ橋先生は、ノラハックの自作 LED のバッジのハードを担当しましたので、その内容です。<laughs> 村正さんは、自作 LED バッジのソフト部分を担当したので、そちらの内容を記載しています。こきおさんは、自作バッジに情報を表示するウェブアプリの制作と、KQ の気分になれる帽子の、ん の制作過程を記事にしています。これはメーカーフェアにも出展していましたね。さやかさんは LED を利用した光る爪を記事にしました。最後に自作した LED バッジはこんな感じで、BLE で送信した内容を表示できるようなものになっています。技適も通っているので、安心してお使いください。皆さん、よろしければ冊子の購入に合わせてこちらもお願いします。では、 野良ハックからのお知らせでした。ありがとうございました。